皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日もワールドオブファイナルファンタジーやっていこうと思います。あれからですね、実はゲットできました。はい、あの臭い人ですね。はい、ゲットできて、名前は草山さん草薙さんか草山さんかどっちかって思ったんですけど、草山さんにしました。もともとはあのマンドラゴラなんですね。はい、で今ちょっとね、スキル見てみると、触手防御、防御アップ、防御アップ小ですね。でノリノリとエントロピー、これは攻撃の乗せ崩しがアップ、まずまたはダウンか。あとは HP アップショート、命中で魔力、クリティカルガードで臭い息、これすごいよね。毒プラス暗闇プラス物忘れプラススロープラス混乱って、まああのガード耐性ついてる、大体強い敵になるとガード耐性ついてるやつ多いんだよね。なのでこういうのは効かなかったりするんですけど、効く敵によってはすごいよねこれね。はい、あとエスナのミラストーンももらえますね。なのでちょっとノリノリも覚えさせたので、これ乗って行くことも可能ですね。あとプリンはとりあえずゲットしてみたんですけど、ちょっとスキルの方ちゃんと見てなかったね。名前はね、一応プニスケにしてみました。エアロ風系か。でノリノリ、M でも乗れるんだ。自分がエースの場合乗れるってことか。で消化液、スタンキャンセルのミラストーンで魔力アップ小、スタンキャンセル、スタンを防ぐ。あとはミニプリンに変身と変身化と、あとサンダーが使えるんだ。風系と雷系か。あ、ものによっては結構いろいろ対処できますね。じゃあね、ただプリン系って呪文重視なんだよね。スタンキャンセル、サンダーまで覚えとくか。消化液どうしよっか。 M 結構使えそうですねこの子ね。M 枠って今誰が入ってる？まずね、プロテス入ってる方は抜けないんですよ。なのでボクシーはね、あの プロテス入ってるはずなんだよこの子は。ここじゃ見れないか、ここじゃ見れないか。ボクシーとひとみさんか、ちょっと見てみましょうか。ミミック今の状態だとプロテスですね、とデスとアーマーピアッサー、カウンター、先制攻撃、美味しいですもんねこれね。これは美味しい。対してひとみさん、フロタイボール、ダーク、精神集中、催眠術、そうでもないか。アーリーマンになってもエアロラ、にらみはまあいいとしてもね。フロタイボールに交代しましょっか、こっちと変えましょっか、試しに。ひとみさんレベル24か、ぼちぼちですね。で、プニスケ
これでいいかな。てか今あのランくんとレンさん人間バージョンで L にして使ってないから、こっちから組み上げても意味がないかな。うん、まあその時々によって応用できるように。あと鳥山くんはですね、一応 L にしてみました。はいですね。でジェムケースで空きが1個なので、まあそうすると使ってない子を弾くことになるので、ひとみさんをこっちで枠2つ開けて、あとはみんなフルで使ってるので、この感じでいきましょうか。セーブしよっか。ではいきましょう。前回無視してきたこの何うぎゃーって出てきたね今ね、バックアタック。ここのミラージュなんで急に飛び出してくるんだよ。なんかそういうものすごくうまいこと言ったと思ってるっぽいわね。あれもしかして結構強い？結構強かったね今ね、硬かったね。回復するほどのもんでもないような気もするけど、一応やっとくか。お、やっぱ硬いねこいつらさ、ちょっと HP が減ってくるとベロ出すの気持ち悪いこの散歩終わった後の犬みたいになっちゃった。勝利だね。ちょっと早く草山さんのあの臭い息を試してみたいんだけど。ちなみにこのどうやって乗れるかって、十字キーの上下で降りたり乗ったり、あ乗れこれかわいいな。こっちやってみよっか。重さ14から、水属性耐性25から、水属性耐性ゼロ。重さはあるんだけど、まあゼロでもいいから乗せてみよっか。水族耐性、あ50、もうこれで大丈夫でしょ。で重さが14。あなんだなんだ、ヴァルファーレも水族性耐性あるんですね。重さ14。あ、焼き鳥さんも大丈夫そうだね。で、ちょうど重さが14になるんで、これで完了。いいかな？ベヒモスって水属性耐性あるんですね。ちょっと待ってよ。
なんかプリンに乗ってるよりやっぱり焼き鳥さんに乗ってる方がなんか乗ってる感があっていいんだけどな。時間かかるからなんかちょっとアビリティでソルスイング、でどうしよっか。あれ、あ、ソニックウィングめちゃくちゃ効くんだね。じゃあこれね、もう一回行く？今度こっち。あと物理攻撃でいいんじゃない？あ、そうか、物理攻撃が通らないのか。こういった。いいバトルだったな。頑張ったな。で、この先に宝箱かなんかあるのか？うん、なんだ？イベントか？いやーな感じ。女の子。女の子？ん？何？頭は女の子だけど胴体が変な感じしない？なんかイカみたいな。え、大丈夫これ？敵？イカ？君何？やばいやつじゃないのこれ。ちょっと大丈夫なの？ビビってねえよ。プロテスやっときゃよかったな。アビリティソニックウィング。ちょっと待って、ダメージ全然受けなくないこれ。やばい、一旦回復しよっか。いやこれ無理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 、1700とか無理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 。いや無理だろう、逃げるだろうこれ。多分次の攻撃で死にますもんね、何やってもね。でもいきなりこんな強いの出てくるのかな、それとももうこれ死にゲー、死んでから進むやつ。まあ一旦じゃあやるだけやってみますか。こっち。私が払おう。うわ、いいけどさ、プロテス欲しかったな。チクショー。多分僕のイメージで言うとケアルするだけ無駄。ケアルの回復幅より多分敵の攻撃幅の方が全然でかいんですよ。なので守るだけ無駄っていう感じがするんだよね。なのでぶっ続けで使っちゃおうかな。大ダメージとかない？こう、ん？防御無視、味方に防御、物理防御アップと物理攻撃アップ。
HP 回復プラス状態異常、状態異常を敵に与えんのこれ、それとも状態異常も回復してくれんの、どっち。こっち行こう。2100、次来るぞ来るぞ。だよねーだよねー、全然減らせてない、3分の1もいってないね。死にゲーだと思うんだけどな、おそらくこれはこの時点では僕も結構うろちょろしてますからね。なので、あーそっか、レイズの効果はないのか、回復だけか。やるだけ無駄かもしんないな。まあいいや、やるだけやってみよう。おそらく死ぬことによってストーリーが進むやつだと思うんですけどね。この闇、私が払おう。2000、追い抜けるかな。抜いた、抜いたはいいけどもう使えないからね、セイバー。やっとこれで3分の1以上はいったと思うんですけど、どうしよっかな。うん、ソニックウィングしてみよう。まあ、さっきちょっとアイテムでね、ポーションとかメガフェニックスとかを使えばいけんのかなと思ったんですけど、一撃がかなりでかいじゃないですか。だから多分違うと思うんだよね。よー、使った。こっちのなんか状況を良くするようななんかないかな。くすぐりちょっとくすぐってみる。いた、これ勝てるわけないじゃんこんなのさ。でも一発でくすぐったら来たね。ちょ、試しにもう一回くすぐってみようか落ちた。プリンプリンセス、最初から崩しとけばよかったんですかね。いやでもダメージが通らないぞ。40いくつだろう。まあ、ダメ元で KR じゃ全然なだよね。いやー、モルボルの攻撃幅がでかい。これじゃあ、じゃあモルボルの方を直接攻撃してみようか。どんぐらいダメージが取るのか。
49。ほらこれなんかもう倒せる感じじゃないもんね。43。終わったか。あれやっぱりストーリー上で進むやつじゃないんだ、ダメなんだ。ちょっと予想外でした。あれここまで戻らされたんだけど。じゃあいやセーブじゃなくてロードで戻ろっか。はい、戻ってきました。なんだ全然外れましたね。ストーリー上まあやられて進むのだろうと思ったら違いましたね。あんなパターンって今までなかったよね。ちょっとびっくりした。まあ、いつか余裕があるときに倒しますか。プリンプリンセスって言ったっけ。うわ来た。うーん、回復先にしよっかな。で、こっち。そう、さっきね、戦ってても全然ほら、さっきっていうか前回かジェムチャンスならなかったでしょ。で、どうしよっかなと思っててソニックウィングかましたらいきなり来たんですね。偶然だったのかな。じゃあもう一回やってみる。ファイヤーだったかな。来ないね。あれ偶然だったのかな。これファイヤー死んじゃう。すげえ元気なくなっちゃったね。あ死んじゃうなこれ。よしなので、なかなかこいつ仲間になってくんねえなと思ったら、戦い方いろいろアビリティ使ってみるとかした方がいいのかなとちょっと思いました。もうちょっとでさっきの敵勝てるとかだったらね、行くんですけど、まあちょっと。さあ、今日こそぶっ飛ばし尽くしてやるぜ。ここか？でけえこれぶっ飛ばせるとは思えないんだけど。根性でいくぞ。この山まぶしくてブヨブヨだ。私たちこれから山と戦うんだっけ。目がチカチカするのです。言い出しペのスノーさんがどこにもいないっていうのがいいですよね。少しは助けるとかさ。ソニックウィング。泣きどころか。あれもしかしてプリンって育てたらこれになる。このでかいのになる。あまあいいかとりあえずは。ん？燃やしてみる？こいつの属性が分かんないんだよな。まあ、いっか。ほらね、なんかやっぱりさっき見たくさダメージ45とかじゃないじゃないですか。物理ダメージ、プリン系とかって物理ダメージ効きにくいんだと思うんですけど、それにしたってさ、ストーリー上だったらやっぱりこういう風に100、200、300とか行くじゃないですか。これが全くいけないってさ。あ、そうだセイバー使えるな。
さっき見たくダメージ45とかありえないからね。ってことはやっぱり後で行く方なんですね、きっとね。で、敵のダメージも2000とかだったでしょ。闇、私が払おう。これカットでいいわ、なんか見すぎたから。これ今の一撃で防御力も増えたので、もう一回かましてやろうか、ソニックウィング。サンダラ、154、やっぱり少ないなあダメージが。キツネビ、泣きどころこのベログラーって出して、もうそろそろ行くね。じゃあもう一回、あ、ファイヤーで行くか。まだ行かない。じゃあとどめ。何頑張ったな。ちっちゃくなった。え、メガフェニックス1個、アルマジェム3つ、きた。アルマジェム久しぶりだからね。倒したけど、姉ちゃんなんか手応えがおかしくなかった？そうね、最後は元の形に戻っただけみたいだし、ちゃんと倒せてないってことかな。ちょっとぶっ飛ばし足りねえ感じかもな。ねえ、どうしてあのプリンを倒そうとしてるの？あいつは放っておくとどこまでも大きくなんだよ。前に今より何倍もでかかったあいつに村が襲われてよ、結構な被害が出たんだ。でもこうやってたまにぶっ飛ばしとけば大きくなるのはある程度防げるってわけだよ。大迷惑なプリンだな。まあでも今日はお前らのおかげでいつもよりやっつけられたから、しばらくは町を襲ったりできねえだろう。さてと、こっから先の沼地はもう乾いてるみたいだから、普通に進めると思うぜ。そんじゃまた縁があったら会おうぜ。冷たい魔法ばかり得意なのに熱い兄ちゃんだったな。そうだね。じゃあ私たちも出口を目指そう。やっと普通に進めるのです。はい、スノーのセーバーメダルが解放されました。名を忘れた少女から購入することができます。やった。チョコラッテのお店に新しい商品が追加されました。はい、じゃあというわけでお時間がいい感じになってまいりましたので、今日はここまでにしましょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。